こんにちは、とにかく明るい安村です。建設業の全裸ポーズカモン。Don't worry, I'm wearing! オールナイトニッポン公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ラジオ局日本放送のオールナイトニッポンの中で平日に毎日3分間放送されている番組、コラボレート日本。この動画はそんなコラボレート日本をより多くの人に知ってもらおうという内容になっています。オールナイトニッポンと企業がスペシャルなコラボレーションをして企画を進めていくのがコラボレート日本。11月のコラボパートナーは株式会社夢新。やったー、夢新。株式会社夢新というのは、建設業界で雇用を生み出し世の中で活躍する人材を一人でも多く育成している会社でございます。年間で2000人もの若い未経験者を採用して、その若い社員たちが大活躍しているそうです。夢新には若手が成長できる業界トップクラスの環境があるそうです。充実した研究制度、手厚いサポート体制があるから、若い社員たちが大活躍してるんですね。若手がチャレンジできる会社、それが夢新でございます。僕も入りたいです。そんなにサポートしてくれるなら僕も入りたいです。素晴らしい環境だと思っています。そんな株式会社夢新からの依頼はこちら。夢新は未経験からチャレンジできる企業だと伝えたい。こちらを受けてお送りする企画はこちら、夢新チャレンジ応援団。建設業界で働いたことがない人でも、夢新の持つ手厚い研修制度など福利厚生のおかげで、未経験からでも建設業界にチャレンジできるのが株式会社夢新でございます。よろしいですね。そこでこの企画では、リスナーのあなたが今チャレンジしていること、これからチャレンジしたいことを、これを送っていただきたいと思います。僕とにかく明るい安村がそれを応援させていただきたいと思います。チャレンジしたいことは大きいものでも小さいもの、何でも OK です。ちなみに僕のチャレンジはですね、やっぱりイギリスで映画の007に出たい、これが僕の夢チャレンジですね。ちょっとの役でもいいんです。ジェームズ・ボンドに撃たれるのか、敵にやられるのか分かんないですが、倒れて、その倒れた時に裸になってる、全裸の状態で倒れてて、まあ、ジェームズ・ボンドが、彼は履いてるのかって言って、僕がこうやられる間際に Don't worry, I'm wearing って言って、こう倒される、これがやりたいです。僕はいつか夢を持っております。チャレンジしたいと思っております。他にも例えば、チャレンジしたいのは腹筋をシックスパックに割ることですとか、普段はモノトーンな服を着ているので、柄物やちょっとパステルカラーに挑戦したい、チャレンジしたいですみたいな、身近なものでも結構なので、皆さんぜひぜひたくさんメールを送ってください。よろしくお願いします。受付のメールアドレスはすべて小文字で、夢@allnightnippon.com、夢@allnightnippon.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。以上、とにかく明るい安村でした。安心してください、最初からずっと履いてますよ。